ですね、アメリカは、アメリカ国内で米軍の活動に対して大変な規制をかけてます。住民の被害が与えてはならない。アメリカでオスプレイのことで飛行訓練が中止されたということがニュースで出てきますけども、その中に住民の被害のためにストップしたということは一回もありません。何かというと野生動物、主にね、これはコウモリなどです。昼木にぶら下がってるコウモリ、それから、遺跡、ハワイだとハワイ王国の、お墓とかで、ニューメキシコだとインディアンの土で作った家とか、それが壊れるから訓練は中止とかやめるということなんで、アメリカでは実は米軍飛行場に強い規制がかけられてまして、まずね、住宅の上を訓練飛行してはいけないんです、ね、で沖縄でもそれは守られています。アメリカに対して、人に対しては。だからこれ普天間飛行場の飛行訓練コースですけど、アメリカの基地の上を飛ばないんですよでも皆さん那覇空港に来てください。ここ那覇空港です。那覇の市街地やそれをちょっとオスプレイ飛んでるこんな風に飛び上がっていくわけですね。でもオスプレイっていうのはね、風が強いと落ちたりするんですよいやだから去年2回落ちたんですよ。モロッコで、向かい風で落ちて、フロリダで追い風で落ちる。向こう側に飛んできましたね。なんかね、バッタが飛んでるような感じがします、ね、本当に昔大きなバッタいっぱいいましたけど、そのバッタがですね、これが今のコースなんですけども、でこれをですね、日本政府は当たり前化してるんですね。だからこれはね、沖縄だけじゃないですよ。群馬とかね、あちこちで日本の住宅や市街地を当たり前に飛んでる。アメリカでは絶対飛ぶことができないんだけども、ね、そういう、まあ、私終わらない占領という本を何名かで一緒に去年出したんですけども、日本というのは今明らかになっている情報公開でですね、アメリカ軍が占領下から日本の独立を許したときに、日米安保条約を押し付けて占領軍の地位を維持したんですね。その後60年の安保改定の時も、それして地位協定というものを作るような、行政協定から地位協定に変えた時も、それを密約としてずっと続けたんですね。でその中にはアメリカ軍が犯罪を犯しても裁かないということまで入っています、ね、それから飛行場の話だと、日本国内だと航空法で飛行機は飛行場にしか落ちられません。で飛行場というのは航空法上の飛行場なんですね。羽田とかね、福岡とかね、ここは飛行場じゃないんですよ。だから日本の飛行機はこっちに落ちられません。でもなぜアメリカ軍は降りられるか。アメリカ軍には実は昭和27年に航空特例法という法律が作られて、安保条約と一緒にアメリカ軍の飛行機は航空法を守らなくてもいいという法律が作ってあるんです、ね、だから危険な飛行を住民の上空でやっても何も音が出ない。で日本政府は何の規制もできない。それが今日の状況なんですね、まあ、これはまさにそれを表してまして、でアメリカではこんなことありえないです。でも本当にですね、わざわざこれも新しく作った基地ですけども、車しているところが箕面団、近畿の団、住民地方をコースにして、ここにキャンプハンセンあるんですけども、施設を外してこうして女村まで行くわけですね。でここまで基地はないですよね、沖縄米軍の基地はですね。でだからこの飛行場の中にも施設コース書かれてるんですけども、ちゃんとあそこにある建物、あれは司令部の建物ですけど、それを外してあります、ね、だけど沖縄の人の小学校とかね、中学校とかね、あるいは病院とかね、それは何も関係ない。でそれを認めているのが我が国の政府なんです。今の政府の立場、やはりこういうことがね、沖縄の人たちを苦しめているということをぜひ理解してください。